車載デバイスを選択するときは、いくつかの点に注意してください。吸盤を使うのはいい選択です。ただし、空気漏れや空気漏れによる脱落の問題が発生することがあります。だから、強力な接着剤を使う必要があります。次に、鉄を吸うことです。これらの3つの磁石は、アクションカメラの重量にぴったりです。そして3つの保険、どちらの側でも OK です。強力な接着剤を追加すると間違いありません。車の屋根に取り付けますか？車の中でスクリーンで直接監視し、角度の操作、ビデオ撮影と写真撮影、いくつかのズーム、現在、通常の PK3 レンズを使用しています。広角レンズと呼ばれるものを追加して、その違いを試してみましょう。雨の中で長時間できなかったり、雨が多すぎると危険ですが、これは一般的なレンズです。左側の範囲を見て範囲を防ぎます。すぐに広角レンズを追加します。取り付けた後、スペースが大きくなります。次に、広角レンズの配置に従って、レンズ間の比率を選択できます。どうやって構造を作るのですか？次に、移動中に上下左右の角度に注意してください。そして左右の角が揺れないように、これが彼の最も基本的な要件です。では、移動中に揺れが発生する場合はどうなりますか？この部分はあまり OK ではありません。次に、この移動プロセスを見てみましょう。彼の端や角が揺れたり、デリー現象が発生したりすることはありません。これには特に注意が必要です。特に桜の木を切るときはもっとはっきり見えますよ。ありがとうございます。